これでお前の任務は終了だ。里へ戻れ。あの、隊長のシャリンガンは自分で開眼したものではありませんよね。ああ、自分がどちらの忍びなのか。そんな風に考えたことはない。このシャリンガンは俺の友から託されたものだ。団蔵様に報告に行く。お前は任務完了でいい。どうでした、新人は。優秀だよ。俺なんかよりずっと優秀な暗部になれる。先輩も優秀じゃありませんか。暗部の任務は常に闇がつきまとう。俺に暗部が向かないというのはよくわかりました。カカシに暗部が向いているかといえば、俺にはそうは思えません。そうか。あ、兄さん、兄さん聞いて。今日俺ね、アカデミーで先生に褒められたんだよ。俺の息子のイタチが暗部入りした。火影や他の上層部のそばでいろいろと知り得ることが増えていくだろう。まだ入隊したばかりで大したことはありませんが、今木ノ葉の上層部は一枚岩とは言えない状態だと思われます。本来内派一族が関わるべきことなのだ。